カードマジックをご覧いただきましょう。予言のカードマジックです。まずこの封筒の中には1枚の予言のカードが入っています。これは最後にお見せいたします。こちらに置いておきましょう。一組のカードを使います。もちろんバラバラなカードです。ではお客様にお手伝いいただきましょう。この中から1枚のカードを選んでいただきます。ではよろしいでしょうか。1枚のカードを選んでください。では皆さんに見せてください。私は後ろに置きます。何ですか。そのまま持っててください。もう皆さん覚えてますか。予言最初に置いてきましたよね。もうこのまま一切インチキしないで、この封筒の中からたった1枚の予言のカードを取り出します。お客様の選んだカードはおそらく赤いカードですね。そしてマークはハート、つまりハートの5。はい、違う、これ何ですか。選んだカードハートの4。あれ1個多い。惜しい。あ、惜しいじゃないですね。1個多いときは大丈夫です。このハートを取っちゃえばいいんです。つまり取れたのでハートの4当たりましたね。